原作としたアニメーション映画。アメリカでは1978年に出版され、100万部を超えるベストセラーとなっている。日本では2004年にホルプ出版から出版。登場人物は、名前も特徴も決まっておらず、街に食べ物が降る演出は、劇中では架空の話の中のみとされている。また、後半は異常気象による、街の混乱を描いている。 ソニーピクチャーズアニメーションにより 3DCG アニメーション映画として制作。日本では 3D 吹き替え版のみで字幕版は上映されなかった。映画化にあたり登場人物や舞台などの設定が付けられ SF テイストを加えた冒険ストーリーとなっている。映像制作について食べ物をカラフルな CG で再現し食べ物が 地面に落ちた時の様子やゼリーの質感などを正確に再現している。ここでは第1作、曇り時々、ミートボールと第2作、曇り時々、ミートボールにフードアニマル誕生の秘密について記述する。第2作に登場した生命体。FLDSMDFR が自力でプログラムを書き換えたことで食べ物のみが動物の形に組み合わさった。 ありがとうございます。